こんにちは、ヴィンセントです。今回は5月のクエストダンジョンのレベル12をウルトナ使って攻略していきたいと思います。今回のこのダンジョンは超重力プラス3体以下編成とね、結構癖ありダンジョンなんですけど、まあ個人的にはね、ローさえ持っていれば割とね簡単に攻略できるかなと思いました。ではまずはウルトナにはハーデスの武器ですね、採用ポイントとしては4階層でね毒めちゃめちゃ飛んでくるので、毒耐性プラスもしくは合計ね毒耐性5つになるようにした方がいいと思います。でもっと言うと、そこの階層でね暗闇飛ばしてくることもあるので、まあ、暗闇耐性もできればね5個にした方がいいと思います。今回はバッジ入れてね合計5個にしてます。でローの採用ポイントはスキブ9にできるのもそうなんですけど、4階層で、まあ、厄介なとこ4階層ばっかなんですけど、まあ、ダメージ無効貫通のこのスキルだったり属性吸収とかが必要になってくるので、ローはねその辺も噛み合うので採用してます。で武器はデッドプールで、まあ、採用ポイントは4ターンヘイストがめちゃめちゃ強いのと、あと1階層でね操作時間激減してくるんですけど、まあ、それを返せてかつね10ターンの間操作時間2倍っていうのはねめちゃめちゃ強いので、採用してます。であとこの暗闇耐性2つ、これもね非常に強いですね。で転生テティスの採用ポイントはこれもねスキブ合計9にできてるキャラクターで、あとボス戦でね攻撃力を激減こっちのしてくるんですけど、まあ、それを返せる、まあ、エンハンスキャラクターっていうのと、あとは、まあ、あとはないか。で武器はシェリアスですね。シェリアスの採用ポイントは、軽減、長めの軽減プラスヘイストっていうところで採用してます。本当はね2ターンとかヘイストの方が理想なんですけど、まあ、これでも十分ですね。まあ、長めの軽減というよりかは2階層でね、割合ダメージ 100% の割合飛んでくるので、まあ、4ターン、5ターンぐらいかな、以上は必要かなというところですね。で、フレンドのウルトナにはキーメタトロンですね。まあ、この形態のね、ウルトナよく使わせてもらってるんですけど、まあ、片方はね、まあ、こういうウェイ2つついてて火力もいっぱい出るみたいな感じのウルトナの方がいいと思います。ではやっていきたいと思います。はい、ではまず1階層ですね。1階層は操作時間激減してくるのと、あとはね、厄介なのが、この真ん中のフラワーですね。これが遅延とかも通らないので、絶対に4体以内で倒さなければいけないというところがちょっとポイントですね。まずはウルトナ変身させて、で、テティス裏のシェリアス使って、ヘイストかけて、で、ローの裏のデッドプール使って、またヘイストかけて、で、そうするとね、残り1で変身することができるので、ウルトナの最終段階までね。はい、ここで溜まります。なので、まあ、実質3ターンかけて、まあ、1階層は突破するという感じですね。はい。で、ウルトナをまず変身させて殴っていくんですけど、ここでね、両方のウルトナは使わずに、片方のウルトナだけ変身させて殴っていきます。そうしないと、次のターンでね、次のターンっていうか、盤面をかなり変えられてしまうので、はい、この辺で、盤面、右の2体がね、変えてくるので、はい、こんな感じでね欠損してしまう可能性が高いので、はい、で、もう1体のウルトナを次のターンで使って、でここもちょっとポイントなんですけど、フラワーのね、根性剥がさないといけないので、できれば火の4ゲシプラス5ゲシが理想ですね。まあ、なかったら何かしらのねウェイプラス全体攻撃してあげて、しっかりとこの75のね根性を外していくと。で残り1のタイミングでウルトナ使って全力で倒していきます。で、まあ可能であればね多少光とか火とかね水残しておいた方がいいかもしれないですね。2階層で盤面全部ロックされてしまうので、まあなかったらね別に次のターンで倒せばいいだけなんで、まあ問題はないですね。はい、でここが 100% の割合ダメージなので、まあ、ここの、2階層入るときに確実にね何かしらの軽減がないとウルトナでは耐えられないというところですね。で敵自体はねそんなに硬くないので、2階層も3階層も4階層も基本的にはワンパンでね倒すことができます。まあ、厄介なのはまあボスぐらいですね。ボスルーレットも結構多いので、まあ、ちょっと鬱陶しいところではあるんですけど、それ以外は基本的に簡単ですね。ここもウルトナ使って全力で組んで突破ですね。
まあ、あまりにもね火とかが少なかったり盤面悪かったりすると、まあ、通盤になるかもしれないですけど、まあ、特に厄介なことしてくることはなかったので、ごめんなさいね、めちゃめちゃわちゃわちゃってなってますけど、はい、まあ、時間ゆっくりあるんでね、まあ、パズル苦手でもしっかり組むことができるんじゃないかなと思います。操作時間が9秒しかないんですけど、まあ、デッドプールのおかげで10ターンの間は18秒いじれるという感じになってますね。はい、ここが厄介な4階層ですね。まずは無効貫通が必要だったりで属性吸収、今回は光属性ですね。はい、でちょっとねローが溜まるまで1ターンターンで1ターン適当に耐久しました。はい、でロープラス、ウルトナ使ってでしっかりね突破ですね。できれば今回のこの編成だとフレンド側のウルトナの方が火力出るので、ロープラスフレンド側のウルトナ使ってやるとよりね確実にワンパンで倒せるんじゃないかなと思います。でボスの、まあ、厄介なところは 10% かな 15% か分かんないんですけど、まあ、それぐらいのラインに発狂ラインがあるので、まあ、それを踏まないように殴っていくという感じですね。でここでまず最初テティス使ってエンハンス、まずは、攻撃の書き換えですね。でウルトナ使って殴っていくと、これねパズル苦手な人にはこのルーレットが本当きついんですよね。もうどう組めば正解なのかもう本当によくわかんないし、とりあえず18秒のパズルがねあと2回できるので、そこである程度殴っておくとまあいいのかなと思います。で今回ねヒットポイントも100万ぐらいしかないので、あんまりグズグズしてるとね、まあ体力もなくなってしまうので、まあ3ターン4ターンでしっかり倒していくという感じになります。で敵もね水なので火しっかり組んでも相性が悪いんでね、その辺も厄介ですよね。はい、60億出しててもなかなかね火力は通りにくいと。で毒目覚め耐性あった方がいいかなとは思ったんですけど、まあ、何回かやったけどねそんなに毒目覚め強くないので、まあそこはまあ割と無視してもいいんじゃないかなと思いました。毒耐性は絶対必要だけど毒目覚めは別になくてもいいんじゃないかなと思いましたね。ここちょっとね調整しました。あんま削りすぎると良くないので水はちょっとあんまり踏まずに、はい、でここ結構ねいいぐらいじゃないかなと思います。これぐらいにしとけば、まあ、発狂も心配ないし、まあ、これぐらいの位置からだったら、まあ、倒しきれるような場所ですね。まあ、ちょっとね何回かやって感覚的には慣れてもらう必要性はあるかもしれないですね。はい、一応こんな感じで倒すことができました。ではご視聴ありがとうございました。